さて皆さん、素晴らしい成績でした。5教科で皆さんが取れたトップは5教科っつったら国英社理あと科だろ。たった正解、合計職種7本1人1冊です。出たよ、高齢過剰しおり、アコーディオンみてえだな。夏休み、基礎の一学期、これにて終業。終わん。かかってるかかってる。俺の仕掛けたエロ本トラップに。エロ本は夢だ。人は誰もそこに自分の理想を求める。エロは世界を救えるって。なんかかっこいい。みよーん。なんだ。見つけましたよ。はっ。にゃんにゃんにゃん。逆に耐えきれず。すんなりバレてた。で、どういうことよ、倉橋。ゲスなみんな、これ欲しい人手あげて。欲しい。にゅや。船はやばい。船はマジでやばい。さまざまなレジャーも用意してあるようです。これでこそ暗殺教室の夏休みです。おい、堀越チーラーです。それ中身の方分かりづれえよ。ご本人も飛ぶ方じゃなくて作る方。いろいろ違和感ありすぎ。はぁ、なんですか先生、その模様は。オーライチー一つ。いやー、そんだそんだ。おかげで真っ黒に焼けました。黒すぎだろ。まあな、今回ぐらい気合い入れてやるとすっか。暗殺を前に気合の乗った先生にとって船酔いなど恐るる。だから黒いよ。ほら元通り。こんな使い方もあるんですよ。さーて、コロ先生、飯の後はいよいよだ。楽しい暗殺、はい、まずは映画鑑賞から始めようぜ。いける。上等です。準備はいいですか。遠慮は無用、どんと来なさい。そちらの方向から E 組切手のスナイパー早見さんと千葉くんの匂いがしてきます。買収は失敗した。失敗した。やつである。コロコよ、バレないはずがないよ。あと1時間も。ああ死んだ。水が、誰も水など流す気配はなかったのに。だいぶ動きが鈍ってきたよね。開始。開始。壊れた。一斉射撃を開始します。承知。この先生は当たる攻撃に敏感だ。ゲームオーバーです。やられた。ここに来ての隠し技。ぬるぷぷぷぷぷ。無駄ですね。にゅっ。にゅやー。うわー。やあ先生、可愛い生徒が随分苦しそうだね。この島の山頂にホテルがある。手土産はそこの賞金首だ。まさかこんな時に第三者が狙ってくるとは。お前ら人殺しの準備なんてしてねえだろ。今日も元気だ。銃がうめえ。こんな狭い隙間を通して。さーて、お前らが奪った銃はあと一丁あるはずだ。てめえ、何かぶりつで見てやがんで。ねえ、春馬くんとフワさん同時に右8、磯貝くん左に5。シャッフル。うるせえ、なんて言ったの知ってんだてめえ。さて、いよいよ狙撃です。千葉くん出席番号12番立って狙撃。
どんな人間にも腹を破って大きく成長できるチャンスが何度かあります。寝る。おはようございます、コロ先生。先生はほとんど完全防御形態でしたから遊び足りませんよ。元気だな。相手が油断している。今なら殺せると思ったんだけどね。それやったー。いいよ寝る。やー、おめでとう。負けてー。ええー、真夏の夜にやることといったらこれでしょ。場所はこの島の海底洞窟、出口まで男女ペアで抜けてください。出た。一人になればさまよえる魂に取り殺されます。寝る。君たちは本当に強くなった。そう、担任教師の粋な計らい。寝る。あー、化け物出た。あー、目がない。あー、日本人形。だって見たかったんだもん。手つないで出れる二人とか見てニヤニヤしたいじゃないですか。こら、中村さん、わかりました。くっつけちゃいますか。結局みんなゲスかった。では恋愛コンサルタント3年E組の会議を始めます。ノリノリね、タコ。ほら、服一つで清掃に。うん、なんか逆にエロい。ガラスの先生の好みを知ってる人は。付き合いが好きがなさすぎる。いやいや、彼女はここから時間をかけていやらしい展開にするんですよね。祭り。今日思い立ってクラスのみんなに声かけてます。私が迎えに行きますから。カラスマ先生も会議とかでみんな来てくれないんです。いや、思いのほか集まってくれてよかったよかった。なんと 0.05%。 本当に当たりではあるのかな。ナイフ切る感覚と結構近いぞ。こんなもんかな。リッチ先生は商工会のテントでママとたたざけ食らってるし。コロ先生は。なるほど、僕らは知らずに小遣い稼ぎの片棒を担いでしまったのか。濃かったね、夏休み。この教室で確かなのは、僕らもコロ先生も決してこのまま終わらないこと。これ全部先生が食べていいんですか。モロチンです。ああ、夢が叶った。いただきます。カラメル、プリン、土と食べ進み、地中に潜って外してきました。さあ、綺麗な部分を取り分けておきました。ああ、失敗だ。